まだ、まあ、2ゴールという結果でした、今日出てたあの試合全体の感想をお願いします。全体まあこう数試合勝ってなくてちょっと負けしてまあすごいみんな勝ちたい気持ちでやってて、まあ、それが結果につながったのは良かったのかなっていうふうに思います。2ゴール取りました。そのゴールシーン振り返ってください。そうですね、1点目は、まあクレビーニョがいい位置で前向けて、まあ、クレビーニョなら見てくれると思ったんで、まあ、タイミングだけ伺って裏に出て、あとは、まあ、流し込むだけだったかな。まあ、2点目も、まあ、パライバがこう自分に、まあ、お膳立てというかしてくれて、まあ、あとは相手をよく見て流し込むだけだったので、まあ、そんな特別難しいゴールではなかったですけど、まあ、チームのために、2点決めれてよかったと思います。あの今日はチームとしてフリーマンのポジションレイソル戦に続いて あの出場になったと思います。あのポジションやっぱりやりやすいのかなって外で見てて思ったんですけど、どうでしょう。まあ、ユースの時やってて、まあ、少し間が一斉、まあ、やりやすいと言われれば、まあ、そんなにやりやすさは感じないんですけど、まあ、自分的には、まあ、レアンドロみたいにうまいプレーはできないけど守備で頑張ったりっていうことを今日の試合は意識してました。ただまあ後半のゴールシーンにこう絡んだ場面みたいに森田選手 その裏に抜けて引き出して落としてっていう形でこう相手を動かして点を取った場面もあったと思うので、ああいうこう自分らしさを出せた場面もあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、ボールの置き方だったりっていうのは自分の特徴だと思ってるので、まあ、そういうところを出せたのが良かったのかなというふうに思います。次ホームに戻って甲府と戦います。その試合に向けて最後サポーターに向けてメッセージをお願いします。まあ、今日の試合だけじゃなくてその次の試合にもしっかりこうなんていうんだろう、勢いを